長芋と納豆のお好み焼きを作ります。長芋 200g、卵2個、麺つゆ小さじ2、マヨネーズ大さじ2、20回ほどブン,ブン引っ張ります。歯を抜いて納豆1パックを入れ混ぜます。 フライパンにごま油適量を引き、生地を適量取り蓋をして焼きます。縁が固まったら裏返して両面焼いたら完成です。